今回はドスパラのゲーミングパソコン、ガレリオ RM5RG60S をお借りしたのでご紹介します。主なスペックは CPU に Ryzen5-3500 を搭載。GPU は GTX1660 スーパー、メモリは 16GB です。マイクロ ATX 規格のケースなので、ゲーミング PC としては比較的コンパクト。中身が見えるサイドパネルを搭載し、LED ライティングにも対応しています。99,980円から、という手の届きやすい価格が最大の魅力ですが、果たしてどれだけの性能を秘めているのか。各種ゲームをフル HD モニターでプレイして、フレームレートを検証した結果をご紹介します。ではどうぞご覧ください。まずはフォートナイトをプレイ。低画質から最高画質まで、グラフィック設定を変えてフレームレートを検証した結果がこちら。最高画質で90前後のフレームレートを出せるので、なかなか快適です。低画質まで落とすと200前後までフレームレートが伸びますが、ギザギザなグラフィックで非常に見づらいのでおすすめはしません。画質とフレームレートのバランスを考えて、ベストな設定を見つけてください。続いてエペックスレジェンズを最高画質でプレイ。フレームレートは90前後で安定しました。グラフィック設定を少し落とせば100以上をキープできるので、快適にプレイ可能です。PUBG も最高画質で試したところ、フレームレートは60前後でした。GTX1660 スーパーなら100前後のフレームレートを出せるはずなんですが、今回検証した限りではあまり伸びず、とはいえカクつきを感じることはありません。バロラントはグラフィックが軽めなので、最高画質で144前後でフレームレートが安定します。とても快適です。バイバイ。レインボー6シージも比較的軽めで、同じく最高画質で180前後のフレームレートを出せました。バトルフィールド5は他の FPS ゲームと比べてグラフィックが重めですが、フレームレートは80前後で安定。マップによってフレームレートは多少変動します。コールオブデューティーは120前後までフレームレートが伸びました。新作のリリース、楽しみですね。ここからはゲームのジャンルを変えて、アクションゲームからモンスターハンターワールドアイスボーンをチョイス。グラフィックが激重なので、最高画質だと40前後しか出ません。とはいえプレステ4のフレームレートは30前後なので、40以上出ていればほとんど違和感なく動かせます。60以上のフレームレートにこだわりたい方は、グラフィック設定を少し落としましょう。セキロはゲームの使用上、60以上にフレームレートが上がりません。最高画質で60出た時で快適にプレイできました。格闘ゲームも試したところ、ストリートファイター5は最高画質で常に60をキープ。アプレイガチ勢の方にも安心しておすすめできます。リーグオブレジェンドもグラフィックが軽く、最高画質で140前後のフレームレートを出せました。最近人気のフォールガイズも144ベタ好きでサクサク。軽めのゲームなら高フレームレートでヌルヌルプレイできます。ここからはツイッチで動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用。まずはモンスターハンターワールド、アイスボーンでテストしたところ、グラフィック設定を中に落とせば、フル HD かつ 60fps で安定して配信できました。最高画質のまま配信するにはさすがにパソコンの馬力が足りません。Apex Legends も中画質程度に落として試してみましたが、配信動画にカクつきやコマ落ちが発生。OBS の出力解像度を落としてみたところ、なんとか配信できました。ゲームに合わせて設定を工夫すればそれなりに配信は可能ですが、パソコン1台で高画質かつスムーズな配信をしたいなら、もう少しスペックの高いゲーミング PC が必要です。キャプチャーボードをつないでスマホゲームの配信も試してみました。PUBG モバイルの配信を試したところ、こちらは 1080p かつ 60fps でスムーズに配信と録画ができました。スマホゲームや PS4、スイッチなどの配信用パソコンとして使うなら、特に問題はなさそうです。ということで今回はドスパラの最新ゲーミング PC、ガレリオ RM5RG60S の性能をチェックしてみました。コンパクトな筐体ながら、
幅広いゲームを最高画質で快適にプレイできて、グラフィック設定を調整すれば高フレームレートも目指せる高コスパマシンです。ゲーム実況を高画質で配信するには少々パワー不足なのと、標準仕様だとストレージが 512GB と控えめ、インターネットも有線で繋げないといけません。予算と用途に合わせて、必要な方は注文時のカスタマイズを検討してみてください。ちなみに動画制作時点では48回まで分割手数料が無料で、翌日出荷という超スピード納品にも対応。10万円前後で買えるゲーミング PC を探している方は、候補に入れてみてはいかがでしょうか。その他各種ベンチマークの結果や他社との価格比較などをレビューブログに掲載しているので、合わせてご覧いただくとよりわかりやすいです。概要欄に URL があります。では今回の動画はこれで以上です。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。Twitter もやってますので、ぜひフォローしてください。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。